はい、どうも秘密結社フレガム総帥ハッチーでございます。今回はひらめき罠阪急杯ということでね、なかなか面白そうな穴馬が見つかっております。今回狙っていくのがネット競馬想定12番人気。ネット競馬での現時点の想定オッズで127倍ついてます。まあ実際のオッズでは7、80倍ぐらいになっちゃうのかな。単勝でこんだけついてるっていうと配当狙いでつい買っちゃうって人もいますからね。その分少し想定オッズよりは売れるとは思うんですけども、単勝万馬券近い馬、想定12番人気のザイツインバーなんですが、この馬昇級4戦目ということでね、まあ昇級してクラスの壁っていうのは2戦か3戦はありますよって話は最近ずっとしてきてます。その中でこの馬の場合、得意な距離ってことで言うと芝1004、1002、どっちが得意かな、1004の方が成績いいよねってことになるんですね。まあここ2戦は1002のレースを使ってきたんで、昇級3戦目で重賞挑戦っていうね、前走、まあ、8着とはいえ 0.6 秒差3馬身ほどの差っていうのは比較的検討できた部類だとは思うんですが、重賞でね、初重賞挑戦で得意なのは1004の方なんで、ここからさらに上積みが今回は期待できるはずなんですね。まあ、この馬の場合はその2勝クラス突破、3勝クラス突破がともに芝1004のレース、まあ、京都東京の芝1004で勝ち札を上げて上がってきてます。まあ、その合間ですね、2勝クラスからを勝ってから3勝クラス突破まで間2回負けてるんですけども、まあ、これが両方 1200m 戦、去年の5月に2勝クラスで東亜リトセイトに勝ってから、まあ、2連敗が 1200m 戦だったと。まあ、もちろんね、もその前がですね、勝ち上がりが1004、1002で、まあ、1勝目2勝目は上げていたりはするんですけれども、まあ、ただこの上級クラスに上がってくるにつれて1004のペースの方が走りやすいということになっているということは言えると思います。まあ、ですのでね、まあ、それでいて若干のクラス慣れが見えてきて、前走なんかは17番人気で8着ですから、まあ、検討はしてるんですね。まあ、そして今回追走がしやすい、まあ、芝 1400m 戦に変わってさらなるプラスが期待できるってことで、まあ、それだけだとさすがにね、まあ、G1 クラスの馬たちに太刀打ちできるかっていうとさすがになって思ってしまうんですけれども、まあ、その中でね、例えばレシステンシアが控える競馬をやってみてこけ、まあ、でクリノガウディがダメな方の藤沢でコケみたいな感じでね、厩舎のあれでね、また調整失敗しみたいな感じになってくれれば、馬券1枠空いてるんですよね。そこに突っ込んでくることは十分にあると思います。まあ、ドリームジャーニー3区ってことで捨て子系の得意な馬場っていう感じになってくれるとすれば、まあ、インディチャンプともどもみたいな感じで上がってくるパターンもあると思います。まあ、ですのでね、本当に大穴狙いするんだったらインディチャンプとの二等軸、まあ、そんな感じで狙ってみるっていうのもね、非常に面白いとは思っております。まあ、まずはこの馬をね、頑張ってもらって大穴ゲットとさせていただきたいと思います。以上ハッチーでした。